ラウンド目からもうしっかりしっかりもう打ち上げるところは打ち上げていこうかなと思います。チャンピオンの小西麗也です。次戦12月26日、2度目の防衛戦、関西最後の試合ですね。絶対 KO で勝ちます。応援よろしくお願いします。